成人の日のウェザーリポートを紹介するのんちゃんです。今度は岩手県の花巻市の方からいただいたリポートです。成人の日、成人された皆様おめでとうございます。これからは責任が伴っても日々挑戦です。行動と発言をし続け未来を切り開いてくださいといただきました。全然成人の日の成人した私じゃないですけど、染みますねこの言葉が。成人してから大人になったらね、ずっとこういう言葉が染みますね。いい青空に、このねバラかな、青空に向かって咲いているこのお花、とっても綺麗ですね。あ、コメントでも楽しいことがいっぱい待ってるぞといただきました。そうですよね、こうなんか大人になってることで責任とかもねやっぱ伴いますけれども、日々ね行動とか発信して挑戦し続けることで、その分得られる喜びとか楽しさっていうのも子供の時から比べられないくらいね倍増していくと思いますので、ぜひ素敵な大人生活楽しんでほしいなと思いますね。いやまだまだ染みますね。さあ続いて、今度は石川県能美市の方からいただきました。時々日差しも出てコロコロ変わります。風強く寒い。親戚の女の子の、あの王冠のついた絵文字があるので、親戚の姫かな、姫と呼ばせていただきます。女の子、自慢の美人です。前から見せたい。成人式は中止になったところもありますが、新成人に幸とエールをといただきました。いやもう後ろ姿だけでも美人だっていうのが伝わる。美人って後ろ姿からもう美人ですよね。素敵、綺麗、美しいですね。しかもこの漆黒の黒髪と、こう一本に結ったこの髪の毛が赤い晴れ着にとっても似合ってる。素敵です。ね、背筋も綺麗ですし、いやー、綺麗、美しいです。ね、めっちゃ綺麗。さっきも思わず見たとき、おって言葉が、声が出てしまうくらい、すごく素敵な姿でございます。いや感動しますよね。今回ね、石川県被災された地域では成人式が中止になってしまったところもあるかと思うんですけれども、こうしたね晴れの姿を、成人の日でなくてもねまた見られると思いますので、そういう日をねいち早く日常が戻る日を願ってですね、もう少し心強く、過ごしていただければと思います。素敵。私もねこういう着物が着たかった理想はこの形でした。とっても素敵な着物の様子を送っていただきありがとうございます。そう、濃い色の着物を着たくって、赤とか紺とかで、このね帯もね金っていうね、かっこいいですよね。黒髪だったので、こういう感じでこうかっこよくね言って作りたかったっていう思いはありますけれども、いや素敵、いや美しいです。でもなんかこれ見たらこんなに似合わない気がしてきていや似合ってる。やっぱありますよね、その子の雰囲気っていうのがね。いや素敵でございました。嬉しいですね、なんかこうやって成人の日の姿をね拝見できてとても嬉しいです。はい、改めてね本当おめでとうございます。ここまで3時間ウェザーニュースライブサンシャイン、担当は大島里乃でした。皆さんお付き合いいただきありがとうございました。それでは失礼いたします。